はいどうも小林隆司についていく人々というファンクラブをやっておりまして、えー、その中でズームで、まあ、雑談配信みたいなことをやっております。えー、そちらから切り抜きですね。ファンクラブの入会図でもお待ちしております。それではどうぞ。7月22日っていう、えー、映画2本見たんです。ウトヤと7月22日っていう,う映画が1本。 7月22日っていうネットウリックスの映画アイコン、両方見たんですけど、このお話を、ね、ちょっとしておこうかなと思って、えー、おります。で、どんなお話かっていうと、あの、ノルウェーで実際に起こったテロ事件をモチーフにした、あーどちらも映画なんですね。で、7月22日ってそれが起こった日なんですけど、 で、僕はこの事件のことを全く知らなかったんで、まあ皆様知ってる人はあんまりいないかもしれないので、なんとなくざっと概要を説明するとですね、えっと、ノルウェーの首都のオスローってところの、視、え、聴、ー、者の前になんか、その爆薬をいっぱい積んだバンが止まってて、それは大爆発して、その後、その近くの、えー、ウトヤ島っていう小さい島で、えー、政治家の息子さんたちとかが、 えー、サマーキャンプをやるっていうイベントをやっていたんだけども、そこにその犯人が一人乗り込んできて、まあ、大量のそのライフルと、えー、ライフル銃と弾をいっぱい持って乗り込んできて、片端から子供たちを殺していったっていう事件があったんです。で、そのテロ事件が起きたのは7月22日ということで、その事件をテーマにした映画なんですよね、両方とも。それで、えー、っとですね、この犯人というのは一応その全くの単独犯、一人で、 えー、犯行を行ったという事件でして、で、基本的にその過激ななんか右翼思想を持ってたらしくって、基本的にその移民に反対っていうのが一番大きな問題だったらしいんですけど、それで、と爆発と、えっ、ー、と、銃殺と含めて77人が亡くなっているっていう大事件になったという事件なんですね。それで、その日本あって、ウトヤと7月22日っていう事件、あの、映画の方は、これはね、どうやらその、 ノルウェー本国で作った映画で、だからノルウェー語で喋ってるっていう感じなんですけど、うん、この映画は結構特筆すべき点は、そのウトヤ島だけ、その他の爆発事故とかそういうのは全く描かずに、ウトヤ島の中にいる女の子一人の女の子を主人公にしてというか、手持ちカメラでその女の子をずっと追いかけたワンカット撮影っていう風になってるんですね。 まあ基本的に途切れることなくその女の子にくっついて逃げ回るという映画になってまして。で、まあもちろんすごい長いので、あの1時間半ぐらいあるので、多分どっかで切って繋いではあるんだと思うんだけど、ほとんどわかんないぐらいずーっと手持ちの撮影のまま行くところが意欲的な、まあ特殊なちょっと作品で、それがね、うんとね、主人公は女の子なんだけど、その妹さんと直前に喧嘩してみたいなのがあったんで、その 逃げ回りながらも妹も探したいっていうのがまあメインになって、それをずっと追いかけていくみたいなね。そういう映画なんですよね。で、これはすごい怖かったです。怖い映画。だから怖いっていうかね、ホラーみたいな怖さじゃなくて、とにかく本当に逃げ回るっていうのがメインの映画なんだけど、あの、映画にはほとんど犯人の姿っていうのはもう映らないんですよ。 ほんの一瞬、崖の上にいたかなみたいなのが見えた瞬間みたいなのがあるぐらいで、あとは全く犯人の姿が分かんない。ただ、何が起きてるのか分かんないけど、銃声がして、とにかく逃げ回るっていう状況になるわけ。で、例えば、その、森の中に、とりあえず一旦こうさ、5、6人で隠れて、こう、いるところを撮ってってさ、で、向こうで音がするって言って、こうカメラがこう、向こう、森の向こうをちょっと覗きに行ったりして、こう、戻ってきやするんだけど、 ここの時にはさの、この視点は誰の視点なのかっていうのはわかんないわけじゃない要するに、ここにいる人たちではないわけで、この人たちを撮ってたのがこう覗くわけだな。そうすると、だからまあ、俺自身というかカメラ自身も、まあその現場にいて一緒に逃げ回ってるような感覚というかね、そういう感覚になれるような映画だったんだと思うんですね。まあその逃げ回る一人の学生になったような状態になるというような映画で、で、 例えばだんだけどさ、その戦争映画とかでもさ、その1917っていう映画とかが、その戦場走り回る、なんかこう、まあなんていうの、そういうワンカット映画みたいなのだったんですけど、それとかもさ、よく考えると、一応兵士だから、ヘルメットもしてれば、軍服も着てって、まあだから狙われるってのもあるけど、一応その戦場にいる兵士っていうのがあるじゃない、まあ、とにかくこの映画が怖いのは本当に丸腰で、周りの人も全員丸腰でさ、学生で。 で、撃たれるのをどうにかするっていうかさ、その、反撃するみたいなことも一切考えられないわけじゃないそういう意味では、本当に、なんていうの、逃げ回る恐怖感みたいなのがすごい映画なんですよね。で、もう一つは、その、銃声しか聞こえてこない。さっき言ったみたいに犯人が見えないので、とにかく遠くでパンパンって鳴ってるってことだけが、しかも長いんです。<laughs> その、なんていうの,あの、マシンガンみたいな、ダラララみたいじゃなくて、パンパンって、 なんかこう撃たれている音みたいなのだけがずっと聞こえてて、その中を逃げていくっていう感じなの。で、それはすごく怖い体験で。で、単純にさ、そのイメージとして、だからさ、その、とにかく島、狭いと言っても島なんだから、とにかく銃声から離れりゃいいんじゃないかとか見てると思うんだけどさ、でもさ、も、向こうの銃がそのライフル銃なもんだから、 遠くても見晴らしがいいとさ、狙われちゃうんじゃないかっていう、やっぱ恐怖もあって、そういう意味でもね、すごく怖い映画ではありました。で、まあ逃げ回る映画ではあるんだけど、えっ、ー、と、ラストはちょっと意外な展開もあって、まあとにかく結構怖い映画だったんですけど、何が怖いって、あと最後はね、最後に字幕で出るんですけど、この銃撃は72分間続いたってあって、1時間10分以上、 その状態に実際その学生たちは置かれて、それをリアルタイムで72分体験するっていう感覚の映画なんですよね。もちろんその1時間半ぐらいの映画だから最初の20分ぐらいはその前の時間っていうのが、ウトヤ島の前の時間が描かれるんだけど、そこからもリアルタイムでその事件の体験をしなきゃいけなくなる映画という意味でね、結構怖い映画でしたね。もう一つ、えっ、ー、とですね、ネットウリックスの方の7月22日って映画がありまして、これも見てみたんですけど、えっ、ー、とね、これは その事件の前というか、犯人のその前の状況から始まって、惨劇があって、その後がメインで描かれるような映画。だから包括的にその事件全体を描いてはいるんだけど、っていう映画になっていて。だからね、さっき言った72分の <laughs> 惨劇の部分っていうのは、すごく短くなってます。で、そういうことがありましたという感じになってるんですけど、もう思いっきり犯人がまず登場していって、その単独犯の犯人が。それで、 その人の、だからさっき言ったみたいな思想的な背景というかね、えー、があったりとか、その、だからね、島に警察が来たときに、もう本当に無抵抗で、そのまっすぐと捕まったんですよ、その犯人って。もう散々殺したんだけど、警察来たら、パッと捕まって。で <laughs>、結局、その捕まって、えー、弁護士をま指名して雇って、その犯人がね。で、 そのまま法廷に流れていって、法廷の話になっていくみたいな流れになるんですけど、だからその、それ以外にその島で撃たれて被害に遭って、その重傷を負いながら生き残った青年だとか、その家族とか、あとは、さっき言ったその犯人に指名されて弁護することになった弁護士の話だとか、あとはその当時の首相とか政治的なこととかの話とかね、そういうのがまあ、 あとはそのテロが国に与えた影響みたいなことを含めたなんか全体的な天末が描かれる映画になっていて、で、結局その犯人の目的は、本人が言うには、その自分の政治思想を実現するための行動だと思って、まあ革命的行為だと思っていたりするんで、信じてるんで、で、その最初弁護を担当することになった弁護側も、この心神耗弱っていうか、その、 なんていうの理性的な判断ができない状態でしたっていう方向に法廷でも持ってごとを一回するんだけど、いや、やっぱり嫌だと。その犯人がね。その法廷でその自分の政治素を語らせろみたいな話になったりして、で、もちろんその遺族とかはそんなことさせちゃいけないっていうで、いろいろこう、なんていうのわあわあなってって、で、実際その受賞を負ったりして、リハビリなんかしなきゃいけなくなった男の子の主人公の青年がいて、その子と、 えー、必死にリハビリしてその子が法廷で何を語るかみたいなそういうお話になってました。それで、ノルウェーは死刑がやっぱないようなので、だからこの犯人もおそらく、えー、最高で無期懲役といったあ感じなんだよね。そういう法制度のことだとか、あと、そうだね。まあ、犯人が訴えようとしている ことに関しては、その、もちろんやり方も起こしたことも全く、丸き間違ってる、ただの犯罪なんですけれどもえ、どういう主張したかったかについて言うと、まあ、さっき言ってみた移民政策に対する不満っていうことなんだけど、ヨーロッパはね、結構移民に対するその不満みたいなのが、まあ近年は結構持ち上がってきてると思うので、それがなんか選挙にも反映されてきてるっていう流れも今はあるのでね、なんかそういう意味で、なんて言うんだろう。 もちろんテロとか殺人を憎みつつも、なんか、うん、考えさせられるっていうか、うん、物ものもいろいろありますねっていうね、そういう映画,映画だったかな。移民っていうのも本当にそんな簡単なもんじゃないんじゃないかっていうのもどっかで思うからね、えー、その辺も含めていろいろ考えちゃう映画でしたね。で この7月22日事件をなんで僕は全く知らなかったんだろうってちょっと思ったわけ結構その衝撃的なテロ事件だけど全く記憶にもないしニュースで見た覚えも全くないというのがあってなんだろうと思ったらねそれはねみんなも同じなんですがこの事件が2011年の7月22日に起こってるからなんですねだから僕らは東日本大震災のことで あの国内メディアも全くそんな海外のことを取り上げてない時代だったし、えー、僕ら自身もそれどころじゃないっていう生活を送ってた時に、まあ、その夏に起こった事件だったっていうことなんですね、多分。だからその全く目にすることがなかったんだろうなと思いましたんで、まあそういう意味ではあのこういうことがあったんだっていうこと、反面教師っていうかそのいろんな考えも含めてあの見れてよかったなと知れてよかったなって思った映画でしたね。 はい、はい。というわけで、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと、投げ銭したくなったら、概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆でした。